回のこちらの IC の特徴について教えてください。はい、現在ですね、ハイブリッド自動車というのがですね、世界各地で普及していってます。で、今回の IC というのはその中でも特にヨーロッパをターゲットにした IC になっています。特徴としましては、ヨーロッパではですね、48V マイルドハイブリッドシステムというものが普及していくということが予想されてまして、この IC を使うとですね、リチウムのバッテリー、48V のバッテリーから直接ですね、高周波 2MHz っていうスイッチング動作を通してですね、 IC1 個でですね 3.3V 出力ができる、そういう特徴を持ってます。今回その技術を開発されたということなんですが、はい、それまでにどのような工夫があったんでしょうか。で、今回の IC というのはですね、こちらに書いてあります通り、 2MHz で動作すると非常に高周波で、なおかつ高入力から低出力、そういう IC になっているんですが、その時にですね、パルス幅の細さっていうのが非常に難しく技術になってました。で、従来品の場合であれば非常にパルス幅は非常に太かったんですが、それをですね、6分の1の20ナノセック、めちゃくちゃ細いパルス幅まで縮めることができました。で、結果としてですね、それによってですね、このヨーロッパではですね、 48V のハイブリッド市場で高い電圧が求められているんですが、60V まで IC を動作してほしいという要求があります。で、この IC を使うことによってですね、その 60V をオーバーするような 65V まで IC 高入力で IC を動作することが可能になりました。すごい変化ですよね。はい、そうですね、すごい変化だと思います。今回こういった技術がその商品化されるということなんですが、どんなメリットがあるんでしょうか。そうですね、今回の一つの大きなメリットは48V から直接っていうところが大きなキーワードになってます。今までじゃあ直接じゃなかった、間接だったんですね。何が間接だったかというと、 IC が2ついったんです。 48V から IC を2つ挟んで 3.3V に出力してたんですけど、この IC を使うと 48V から直接たった1個の IC で変換することができるために、実装面積でいうと半分 50% 減になっちゃうと、そういうことになるんですね。で、今車がすごい多機能化して電子化が進んでます。で、どうしても基板面積が大きくなる中で、我々としては IC をできるだけ小さくする、そして周辺部品を小さくすることによって、その電子化にどう貢献していきたいなと、そう思ってます。今までもかなり高い技術でやられたということなんですが、こういったヨーロッパの技術などそういったことを踏まえて世界にも対応できるようになってきているんですかね。そうですね、もうまずヨーロッパを主導にまず皮切りに、この IC 自身の開発を進めていますが、ヨーロッパもしくはアメリカで、最後にはですね、国産じゃないですけど日本も普及していっていくように、ちょっと拡散の方を進めていきたいなと、そう思ってます。でも本当に高い技術で幅広い分野で活躍しそうですよね。はい。